新型コロナウイルスの感染が収まらず、人との接触を避けることがより一層求められる中で、新たなビジネスチャンスが生まれています。セールスポイントは非接触です。こちらは24時間営業しているジムです。入ってみましょう。鍵が閉まっています。実は自分のスマートフォンを使って入ることができます。開きました。宮城野区原野町にある完全貸切制のジム、ジムジンです。室内にはトレーニングの器具が置かれているだけで職員はいません。無人のジムだからジムジン。コロナ禍が続く今年1月にオープンしました。なかなか皆様の方でトレーニングがしたくてもできないという声が多かったので、そういったところで非接触という形で気軽に利用できるような形でスタートしたいと思いまして始めました。ネットで使用日時を予約し、スマートフォンで遠隔操作して電子ロックを解除。支払いもオンラインです。初めから終わりまで人との接触機会はなく、感染リスクを抑えられます。現在は仙台市と名取市に合わせて2店舗を構えていて、今月3店舗目を仙台市内にオープンする予定です。ところ変わって、こちらは若林区樺野町にある住宅用ドアメーカー神谷コーポレーション湘南のショールームです。こんにちは、いらっしゃいませ。このようにこちらのショールームでは遠隔で案内をしていただけるということです。ショールームは無人です。事前に予約して訪問すれば、神奈川県の本社にいる案内役の社員がビデオ会議アプリの画面越しに商品を説明してくれます。こちらの商品は日本一かっこいい高湿度を作ろうということでコンセプトに作られたドアになっております。ショールームの都市部への拡大と人件費の抑制を両立させる手段として、 ICT 情報通信技術を活用した無人化を進めていたところ、思わぬ形で注目されるようになりました。コロナのタイミングにちょうどあったもんですから、非接触とか、無人というのがですね、非常に受けたんじゃないかなというふうに思います。2時間まで貸し切りにできるので、ドアの魅力をしっかり説明できるのも無人ショールームのメリットと捉えています。やはりその食感とかそういう他のものが非常に記憶に残りますので、そういう面でもやっぱりショールームに来て見ていただいた方がより実感が湧くと思います。